どうもどうも。気づきました。リソースパックを入れてみました。海外で人気があるみたいですね。っていうか日本の実況者さんの動画でも何回も見たことあるような。というわけでまずはこの新リソースパックで私のこのワールドがどんな感じになったか、見て回ろうと思います。匠のオブジェはそのまんまだね。そういえばこの爆風でお肉が高級になるらしいですね。あ、前回のコメントで、あの滑走路の末端の印が、横断歩道にしか見えなく、余計道路に見える、というものをいただきました。確かにそうですね。むしろ私は落高架の施しをしてたみたいです。丸石だけで作った家もデフォより若干オシャレに、内部はこんな感じ。ってあれ？洗車がなくなってる。読み込み直したら出てきました。洗車は従来のデザインだね。まだ戦闘機ほったらかしなのか。うん、収容場が見つからない。というかまだ作ってないからね。戦闘機用の収容場はまだ先になるんじゃないかな。多くのリクエストをいただいてるからね。まずはそれに応えなきゃいかんってことか。せめて両翼を復活させたれよ。そのうちね。絶対やる気ないなこいつ。はいどうもおはようございます。早速村へ向かってみましょう。どんな感じになってるかな。森はさほど変わってないね。さあ見えてきました。お、ちょっと雰囲気変わってるかな。水がいい感じに変わってるね。相変わらずトラップかっこはてな、は起動しております。いつまでも吹きっさらしのトラップにしておくわけにはいかないね。建物風に仕上げておかないと、村人さんのテクスチャは変わってないみたいね。それはそれで安心。おお、太陽が丸い。相変わらず人口密度はひどいもんです。人口が多いかいあってか、アイアンゴーレムさんは数多く湧いてくれました。最初は2体ぐらいでしたが、今ではもう2桁いくんじゃないかってぐらいです。こんな豆腐の家もオシャレ感が出るね。開拓編をやってる以上、建物をオシャレに見せるのは重要だからね。これは入れて正解だったね。ただいま道路を作っております。前回作ったのは、道路じゃないよ、滑走路だよ。私がうまく飛んで見せてたでしょ。それに滑走路が短いっていうコメントもあったしな。結局うまくできてなかったな。っていうかググればわかると思うけど、あんだけの距離じゃ本物の戦闘機は飛べない。わかった、わかったから。今作ってるのも前回作ったのも道路でいいよ。戦闘機が飛ばないまま走る用の道路でいいよ。需要なさすぎだろそれ。今思い返してみれば確かにあの印。間違いなく横断歩道だ。か、滑走路の差別化のために道路は丸石にしました。滑走路に関してはもう何も聞きませんよ。道路の枠をレンガ石で囲ったってとこです。道路っつっても一直線しかないんですけどね。建設してるうちに拠点内の空きスペースがなくなってきたな。これはもうちょい敷地面積を増やすべきかな。そうだな、建設していてわかるが、意外と敷地が狭いもんな。空きスペースのところ建設したら拠点範囲を増やそう。ちなみにあの広い空きスペースには、宿舎を建てようかと思います。あそこに村人やら兵士やらを住ませようかな。あーこの右のスペースですね。はい道路完成。そういえばあんまり村人と交易してなかったね。建築の休憩がてら交易しまくるか。実際これといった建築はやってないと思うが。さあやってまいりました。壁の中の村です。早速羊毛と交換できるね。いやほどエメラルド持ってるけど。なんか他にエメラルドの需要ないのか。もっと導入によってエメラルドの防具とか作れるらしいよ。今度入れてみよう。この村人はシャベルと交換してくれるんだね。あ、そっか。エメラルドとダイヤ系ツールを交換して、交換したツールをリバースクラフトで解体すれば、ダイヤが手に入るじゃないか。エメラルドがある限りダイヤがものすごい量で手に入るんじゃないか。画期的なアイデアじゃない。私もそんなバカではなかったな。お、そんなバカじゃなかったのか。え、私をバカみたいな目線で見てたの。戦闘機の操縦にしろあの横断歩道にしろ。バカっぽいぞ。戦闘機操縦はまだ慣れてなかったからあれはしょうがない。っていうか横断歩道じゃないから、もう勘弁してくれ。ほら村人殴っちゃったじゃん。そういうところだぞ。大丈夫かな、村人殴っちゃった。やばい全然大丈夫じゃない。やばい今ゴーレムさんが私を敵視してる。追ってきてないな。
こういうちょっとした手違いが災難を生むんだよな。この緑色の服着た村人が、ゲリラ村人です。このように銃を交換してくれます。他にも段ボールやマガジンを交換してくれますよ。ここで段ボール手に入るじゃんか。わざわざジエンドに行く必要なかったな。ほんとそれ。そして私愛用の銃も交換してくれます。こういう村人は非常にありがたいね。プラスチックの節約になります。これ以上は種類増やしてくれないのね。エメラルド2個で段ボールと交換できます。エメラルド2個あったら空飛べるって。正直マイクラのコスパの中で一番高いと思うの。最新のバージョンならエリトラで空飛べるけど、あれはすんごいめんどくさそうだな。ゲリラモッドでは、序盤ですぐ空が飛べます。そういうところも高評価に入るポイントかな。でもそういうムルゲーは嫌いって人もいるかもですね。でもゲリラが強いのでね、空ぐらい飛べるのがちょうどいいと思いますよ。空飛べても死ぬ時は死ぬので、これはいつもお世話になってる村人さんですね。これもまたコスパが高い。ゲリラモッドをやってる身としては非常にありがたいです。また、革ボールも交換してくれます。こちらもフランズモッドで大変お世話になりました。なんやかんやで村人には感謝ですね。オッペンちゃんとの本。でも落下耐性か。本当は司書さんたちとたくさん交易したいんですけど、あいにく紙が不足してましてねー。こりゃ大規模サトウキビ畑作らなきゃなー。農業発展させます的なことを結構前に言った気がするし、そろそろ農業に手を出すべきかな。そう言っといて結局後回しになるパターンだろ。だって何からやればいいかわかんなくなっちゃうんだもん。それぐらい今のマイクラライフを楽しんでるんだけどね。今の村はこんな感じです。ゴーレムさんも多数湧き、かなり賑やかになっております。これからも村人さんが快適に生活できるように施設を改善していきたいなと思っております。なんか崇められてるんだけど、変人がいるってみんなが寄ってきたんだと思うけどな。いやそんなことないよ。きっとこれからもよろしくって言ってるんだよ。好奇の目にしか見えんのだが。なんか今日マリサいつもより毒舌じゃない。そうか？いつも通りな気がするんだけどな。とりあえずお前は横断歩道をなんとかしろ。だからあれは横断歩道じゃないんだって。ただ横断歩道で私をバカにしたいだけでしょ。バカな奴をバカにして何が悪いのさ。うわぁ、そういうの傷つくー。